午後0時30分です。話すのも愛情表現です。ごめんなさい、ちょっと口回らんな、これちょっとやっぱりマスクしつけてたらね、ちょっと口回らんくなりますよね。はい、ですね、今日の一言、手放すのも愛情表現なんですけれども、ハット今日もね出てきて、あ、こんな雨降っとったら、そらもうゼロはですよ、おるわけないでしょ多分ね。でもまあ、あ、そうか。でも、この一年半のことを考えると、やっぱり、鳩を追った時もありますんでね。まあ、今日はいなかったです。ゼロは。引きって言ったらあかんねんな。で、ゼロはでした。で、今日は何の日から行こうかな、これね。恐竜の日らしいです。1923年の4月17日に、アメリカの博物学者、ロイ・チャップマン、アンドリュースが探検隊を、率いてね、ゴビ砂漠へと出発した日らしいですよ。ベロキラプトルの化石とか、恐竜の卵のね、化石をね、初見つけた人らしいです。その日なので、恐竜の日らしいです。あと、ナス日記念日らしいですよ。12月から6月に出荷される、これなんて、冬春ナスって書いてるんですけどね。冬春ナスを PR するために、冬春ナス、主産権協議会が制定したらしいです。用意ナスっていう語呂ね、もあるらしいですよ。4月17日ということでね。で、あとはですね、クイーンの日。来日40周年を記念して、ユニバーサルミュージックジャパンが制定ですね。ごめんなさい。喉が、初来日、羽田空港に、1975年4月17日に、降り立ったらしいですよ。羽田空港にね。なので、クイーンの日らしいです。あとちょっと、これは余談なんですけど、畑正則さん、ムツゴロウさんが今日誕生日らしいです。おめでとうございます。84歳ですね。はい。ということです。ですけども、今日はかまんくぼのツボ、しがみつきのツボっていうのをやろうかなと思ってるんです。しがみつきのツボって何やってよく、これをね、やる前に言われたんですけども、まあ、人生生きとったら、何ですか、そらしがみつかなあかん時の一つも二つもあるでしょ、きっとね。ということで、しがみつきのツボをやろうかなと思ってます。今日ね、あれなんですよ。なんか、録音っていうか収録も勝手にしてるんですよ。だからちょっとなんか、違うんですよ。いつもとなんかこう、操作とかがね、また難しいじゃないですか。あ、そうなんですよ。かまんくぼね、新しい、自分を見出そうと思ってですね、作曲作詞活動みたいなのをしていこうと思ってですね、そのまあトラックメーカーってやつですか、今言われるね、それをやろうと思って買ったんですよ。買った、うん、まあ買ったんですけど、 Mac とか買ったんですよ。で、なんか今打ち込みの音楽とか流行ってるじゃないですか。で、それをですね、昨日ちょっと買って、新しいこう自分に向かってね、夢にしがみついてみるかなっていうことをやろうと思ってやったんですけど、家持って帰って開いて設定せなあかんなとかもなったりとかして、もうかまんこもね、ほんまにね、何の知識もないんですよ。何の知識もない。だからほんまにどうしたらいいんやろうなと今思ってるとこなんですよ。音楽は大好きで、音楽はずっと聴いてきてるんで、あ、こういう感じなんかなとか、まあ楽器もちょろっとできるんで、でも楽器なかったら打ち込まれへんのか、あ、どういうことなんやろこれっていうぐらいの知識のなさで、今からトラックメーカーになっていこうかなと思ってますね。まあ5年先見て、まあ5年間めっちゃ頑張って、まあ毎日毎日ね、だって5年間同じことしたらそらね、上手くなると思いませんかっていう話なんですよね。まあ、それを狙って目指して5年間頑張ってトラックメーカーに1曲でも売れたらいいかなとか思って頑張ろうかなと思ってます。あ、でさっきも言いましたけど、ちょっとクイーンの
ね、日って言ってましたよね。クイーンの日なので、まずちょっと1曲目、クイーンの、この曲を聴いていただきましょう。Somebody to Love っていう曲を聴いていただいたわけなんですけども、まあ誰かのこと好きとか愛されてるとか、まあこの方はあれですよね、フレディ・マーキュリー、やっぱり愛にしがみついとった人なんかなっていうのは、ちょっとあの映画ね、またあやるみたいですね、テレビで地上波でね、あの今度何曜日かにやるみたいですよ。なんであの私は映画見に行った時にも思いましたけど、まあ愛にしがみついたりとかするのもね、まあ大事だと思うんです。まあカマンクボーもその気持ちはすごくよくわかる。でもやっぱり最初の今日の一言も言ったんですけど、手放すのも愛情表現だっていうこともあるんで、もちろん今日はしがみつきのツボなんですよ。だからしがみつくことも大事だし、しがみついてても何か引き止めないといけない時もありますし、しがみついててもそこをまあ一生懸命頑張らなあかんとか、もう格好悪くても何しててもっていう時はきっとあると思うんですけども、でもパッと手放すのも実は愛情表現だったりとかするなっていうことで、今日はちょっとこの相反する二つをね、ちょっとやっていこうかなと思ってますけども、まあお便りも来てるんですけども、ちょっと喋ろうかな。なぜ今日ね、私はね、このお題にしてるかというとですね、まあまあ、まあ自分もそうなんですよ。まあまあ、いつまで経ってもしがみついてしまうものとか、それって、依存心とか執着心みたいなものにこう変わってくると思うんですよね。でも今日私が言いたいしがみつきっていうのは、その依存心とか執着心とか違う意味でのしがみつきの話なんですよ。まあ、依存心とか執着心になってくると、もう何て言うんですか、愛情でそういう風になってしまうと、まあストーカーになってしまうので、だそこは、必ず手放すのも愛情表現だと思って、手放してほしいなっていうのはあるんですよ。だから手放すこと自体が相手にとって本当に、嬉しいことというか、まあ、愛情って まず何やっていう話になってきますもんね、そうなるとね。だから楽しまして喜ばして面白がってもらったら勝ちなんちゃうかなっていう方を取ってもろたら、しがみつくこのパターン的な、しがみついてもいい時あかん時っていうのが分かるんじゃないかなとは思うんですよ。まあもちろんね、誰にも頼らず一人ぼっちで生きていったりとかするのはきっと難しいと思うんで、しがみつかなあかん時もあるし、かといってまあそのしがみつきすぎてもあかんしっていう、この距離感がねきっと大事
事なんじゃないかなと思ったりはするんです。はい、でちょっと曲が終わったんでね、どうしようかな、次の曲いっちゃおうかな。今ちょっと流行っている曲なんですけど、後ろでちょっと流しとこうかな。イメージドラゴンの For You っていう曲ですね。この曲を次いきますね。はい、でちょっとせっかくなんで読みますわ。お便りが来てます。かまくまさん、つぼらの皆様、こんにちは、こんちはって書いてるわ、ごめんなさい、こんちはでした、すいません。いや雨ですね。そうですね、その後は黄砂が来るそうです。なんか今めっちゃ来てるんじゃないですか、もうね、花粉も黄砂もね。でコロナもすぐ身近に来ております。皆様も感染防止対策をして気をつけていきましょう。今日はしがみつきのツボということで、今の会社にしがみついて仕事頑張っていきます。難しいテーマですね。かまんくぼさんも堺市中本のでこれおせっかい大変な時ですが頑張ってください。他の飲食店の皆様も体に気をつけて頑張ってください。リクエストはまたかまんくぼさんの歌声も聞きたいところですが、雨降ってるのでキングヌーの傘でお願いします。百つねさん、いつも百つねさんって書いてくれてないけど百つねさんって分かってますよありがとうございます。キングヌーさんの、これ何や、結局仕事頑張ってしがみついていくっていうことですね、今の会社ね。それはそれで絶対いいと思いますよ。このまたこの仕事と恋愛とね、違うんでしょうし、全然いいと思います。私もこの今自分も飲食店やってですね、15年目で、もうすぐもうあと半年ぐらいで、結局15年、丸15年になるんですけど、もうこの状況本当大変ですよね。コロナで全然ほんで手元に届かないから協力してる意味がないなと思ったりとかする時もあるんですよ。その時短営業ないし、緊急事態宣言がもうすぐ出るんで休業になると思うんですけど、なんぼでも休業もするし、なんぼでも協力もするんですよ。もちろん皆さんそう思ってはる方たちばっかりやと思うんです。早くね収束してほしいって思ってるからね、きっと。だけどやっても手元に届かないんやったらもうその先がないんで、やりたくてもできないみたいになってきますよね。そう、しがみつきたくてもしがみつけないんやから、みんなちょっと大変に余計なってくるので、ちょっともう頑張ってほしいな。早く早めにお金を手元に届けれるような処理を頑張ってやってほしいなって思います。いろんなね、そら何ですか、マルチタスクなわけじゃないですか、これしながらこれしながら。でも皆さん多分きっとそうやって生きてはると思うんでね、だから頑張ってほしいなっていうのは思いますね。はい、何でしたっけ、傘かけましょうか傘って言ってあったのさっき。だからキングヌーの傘をかけます。ではGive me
が出確かめた確かに僕らここにいたのさ。大好き、はい、大好きかかっりましたけどもですね、何でしたっけ、次のね、お便りいきますね。今は、キングヌーの傘聞いていただきました。ですね、カワンクボさんこんにちは。クラスターバンバンビガロです。しがみつきの壺ということで、昔大好きなブルーハーツの歌の中で、しがみつくほど価値もない、そんなものならいらないよと歌っていました。若き日に刷り込まれた僕はいつもそれを心に思っています。おっさんになった今もしがみつくほど価値もないものはいらないと生きています。可愛いロシア人の彼女はしがみついてでも欲しいです。なあ、そうですね。そら欲しいでしょ。ロシア人の可愛い彼女はね、しがみついてももうどれも愛情の一つなんじゃないですか。しがみついてでも引き止めないといけない時もあるんですからね。ただこのしがみつくほど価値もない、そんなものならいらないよっていうのももちろんそうなんですよ。だから手放すのも愛情表現の、まあ、この大きい意味で言ったらそうなんかなって。だからそんな価値もないやったら別にもういい、自分の中のそう価値観ですからね、人それぞれのね。でもう一個切って貼りますわ。あと昼下がりにたまに行くカフェバー、女マスターと過ごす喫茶店のティータイム、しがみつくほど楽しい時間です。読んでよかったかな。ありがとうございます。そう、ありがとうございますって言ったら私みたいになるな。まあまあまあ、楽しいですよね。ボソボソっと楽しいことを喋ってるあの時間っていうのは、もう本当に私もしがみついてでも引き止めないといけないなって思うぐらいの時間やなって。そういう方とのね、時間って、限られてるんですよね。本当に、なんですか、友達との、みんなで、はい、ワイワイして、なんか、その時はワイワイして、お酒飲んで楽しいな、みたいなぐらいでしか思ってないけど、後で考えたら、もうみんな結婚しちゃったとか、あんまり遊ぶ時間とかなくなった、あ、今やったら年に一回ぐらいしか会われへんな、みたいになってくると、あの時間ってそんなキラキラしとったんやな、みたいなのを、こう、ふと思ったりとか、する時もありますよね。なんか、違う。人から来てるわ。ラジオネームチンピラ危機一発さんからもらってますね。カワンクボさんこんにちは。あ、こんにちは。テーマがしがみつきとのことですが、単身赴任中の私は家に帰ると寂しさからドキンちゃんのぬいぐるみを気に抱えて暮らしています。どんな生活。カワンクボさんも頑張ってください。 PS 冒頭の今日は何の日、事前に読んでおいてください。どういうことや。事前に読んでますよ。ごめんなさい。たまにね、やっぱり、慣れてないんですよ。私、さっきも言いましたけど、トラックメーカーになりたいとか言って、トラックメーカーなんてあれですよ、マイナス50ぐらいからの始まりなんですよ。で、このラジオもですね、今1年半やらせてもらってますけど、全くこんなことしたことないところからやってますから、ミキサーとかもなんか分かってない、触ってない。だからたまに音出えへんとか、どうやったらいいとかも分かってないじゃない。局長がおらんかったらもうすぐ、どうしようかなってオロオロしてしまう。ぐらいの、なんかあった時に局長がおったら いけるわってこう私の中であるから、局長がおらん日はちょっと大変やなと思ったりとかしてるわけですよ。そんな、だから、まあ、これもひしがみついてんか私が、そういうことになりますよね、きっとね。まあ、そういうねことをやりながらラジオにこうやってるわけです。あ、そうか、あなたはじゃああれですか、ドキンちゃんのぬいぐるみちょっとしがみついちゃってる感もあるっていうことですよね。まあそれはいいんじゃないですか。だってそれで心が落ち着けるならそれもまあ一つじゃないですか。誰にも迷惑かけてないですもん。ドキンちゃんに心が、そのぬいぐるみに心があったら、そらまあそういうことにもなるんかもしらんけど、別にぬいぐるみですからね、迷惑もかかってないですし。そうだから、結局そのしがみつきのポイントというか、まあツボなんでそうなんですけど、その相手があって自分もあることの中での気持ちの変化とか、そのしがみついてもいいか悪いかっていうのは、まあそこでこう距離感だったり、まあね、特に男女とか友人親子みたいなところは、そのどういうふうに持っていく距離感とかは決めないと、自分の中でこうなんか改めないといけないなとは思いますよね。
なんかすごい私ここにめっちゃいろいろ書いてるけど何を思うかなっていうぐらいいっぱい書いてるんですよね。でもその時の気持ちがあるから、あのね、これなんで今日こうしたかっていうとね、テレビのこの間ね、あのだいたい2時か3時ぐらいに、あのあれですよ、内藤隆さんがやってる捜査なんとかドラマみたいなのあるじゃないですかちょっとごめんなさいめっちゃうろ覚えすぎて、あんまその時間テレビ見ないんですけど、たまたま見たんですよ。そしたらなんかその時すごいいいあのストーリーのやつやってたんですよ。でそれがなんかしがみついてても引き止めないといけない時もあるみたいなことを言ってたから、あこれいいなと思って今日やったんですけど、その時の気持ちであのこういろいろなんか台本というか私の中で書いてるので、もうちょっとなんかこれ1週間以上前に書いてるやつやからちょっと忘れちゃったんかな。なんかでもあの前も言いましたけど、卒業のね壺の時にだから一旦やめたりなんか、あそう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 、一旦やめたり止めたり卒業したりみたいなことはあるけど、思い続けて行動して諦めない姿勢っていうのがまあ大事ですもんね。そうそう、だからそれのことをあの執着心とか依存心とか違う何かを諦めないような気持ちのことを、まあ、すなわちしがみつきって言うんではないかっていう話をしたかったんだわ、きっと私ね。でもね、こんだけ言ってるけどずっとあのカマンクボはあの決まってる説を推してるんで、まあ本当はあのなんか何でもこう決まってるんじゃないかっていう、自分がこう選んでるつもりでも全部決まってるんじゃないかみたいなことを思うんですけど、 それもね最近思ったんですけど、あのなんか余裕じゃないですか、生まれる前にオカルトとかでね、なんか本当は全部自分で決めて生まれてきて、自分があの自分が描いたゲーム内容をずっとやってるみたいな感じのことをよく言うじゃないですか。まあそうでもないんかなと思ったりするんですよ。生まれる前に全部決めて生まれてきてるんじゃなくて、だってこう生まれました、はい、そっから自分がこう選択肢があって、その選択していく全てのことで結局決まってるので、まあ今も選択してることでこの今ね、このほんま Now ですよのところでもう10年先って多分決まってるんじゃないかなと思うんですよ。だってこう自分がそれ選んでの積み重ねの10年、うまいこと言われへんけど、まあそういうことですよ。だから結局は全部自分で決めてるし、決まってる説もまあ往々にしてあるっていう、そのまあ決まってるんですよ、自分で決めてるんですよ結局10年先も。だからそう、今例えば毎日野菜を食べるのかね、毎日肉を食べるのかでもう生活習慣変わってるし、それも自分で決まってる決めてることなんで、10年先はおのずと肉ばっかり食べてる人はひょっとしたらすごい太ってたりとか、病気になってたりとかするっていうこともあるんかもしれないじゃないですか。だから結局はその自分で決めてて、まあ、決まってる説っていうのが成り立ってるんじゃないかっていうのを最近思ったんですよ。全然違う話になりましたね、すいませんでした。しがみつきの都合なのにあ、だからそうですよ、人生にもしがみついていこうっていうことですよ。まあ、自分スタンダードを持って、そう、何々スタンダードって最近カマンコバよく言うんですけど、それはジャパニーズスタンダードなのか、それともワールドスタンダードなのか、それともなんかあのどこどこのアメリカンスタンダードなのかっていうの違うじゃないですか。でも皆さん、まあ、基本的に自分スタンダードがあると思うので、そこをこうしがみついて生きていったらいいんじゃないかなと思ったりします。もうお便りないんかな。今日 お便りだよりで結局やっとった部分があったんですけど、ないみたいなんで、曲最後かけようかな。何の曲かけようかな。いっぱい今日、あ、ちょっとね、この曲聴いてもらいたいなと思っとったんは、私最近アドちゃんまあまあ好きっていう話をしましたよね。アドちゃんが好きでって言って、あの子の声が結構好きなんで、あの子の声がもうもろ出てる曲があったんで、これをちょっと一回かけてみようかな。はい、どうぞ。キラキラ光るお空の星よ、してはみんなを見てる、キラキラ光るお空の星。
はい、ということで、アドちゃんのキラキラ星でした。いいですね。こんな曲をこうふと空で歌えるみたいなところが、まあ、やっぱちょっと声がいい人はいいですよね。そうなんですよ。だから私も作曲しよう思って、まあ、自分で一応あの歌も入れたりとかしようかなとは思ってるんですけど、なかなかね、そうなんですよ。昨日ね、まあ、お手伝いいただいてね、ある方にね、買いに行って家でパッて開いたんですよね。ほんまにパソコンって私ほんまに何も知らんねんなって自分のことをね今更ながら思ったんですよ。もうこんな時代でパソコンのことが全然分かってないって、ちょっともうスマホとかね、こう自分の今使ってる機器はもちろん使えるんですけど、パソコンでまだちょっとやっぱ違うなって思って、最初の説明とかもなんか音声なんかこういろいろ言ってくれるんですけど、それさえも何言ってるかもう分からへんみたいな。これはもうとりあえず自分の店に持って行って、すごく詳しい方たちはいっぱいいてはると思うんで、そういうのでちょっと頑張って覚えていかなあかんなと思ってやってるとこなんですよ。はい、ということで、今日はねラストの曲は何にしようかな。もうこれかな、やっぱりその打ち込みっていうことの素晴らしいさっていうんですかね、まあ最近の一番流行ってる曲をかけたいと思います。来週も鎌倉の壺ぜひ聴いてください。夜遊びの三原色です。4時から5時はワクワクブラックキャットタイム、略して BC タイム。ちょっと略さんといてよ、それやったら紀元前みたいやんか。ワクワクバースデーケーキタイム、もう間違ってるし。ああ間違えた、ワクワクブラックキャットタイムやった、まあ、どっちでもいいわ。とにかく聞いてね。聞けよ。ラジオ岸和田が
午後1時をお知らせします。